赤下さん。はい。こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。会社からですか？はい。あ、いえいえ。あの、自宅です。なんかちょっと後ろがなんかチカチカしますね、これ。ちょっと、あの、ちょっと変えましょうか。はい。少しマシになりましたかね。はい。良くなりました。はい。今日はこの角度で。もう、なんでよいか、時間あっという間ですね。ほんまですね。うちにも子供が生まれて1年になりました。山田君ね、はい。いや、だからあれもね、久保さん、はい、私、大和って店やっとったんですよ、昔。おお。だから、ほんまご縁やなと思って、ね。ご縁ですね。はい。この前、うちにいらしてくださったのいつ頃でしたっけ？多分2年前ぐらいじゃないですかね、うん、多分。なんかね、本当あっという間というか、もうなんか毎週会ってるような気もするんですけどね。おかげさまでいろいろ絡んでいただいてありがとうございます。こちらこそ。まあ、はい、今日はそのあたりも、あ、結構ね、はい、参加の方、私たち含めてですけど、8名様になりますんで。あ、ありがたいですね。ありがたいですね。この度は出版のお話もあったり。はい。あと、まあ私たちのね、まあ、はい。山水会の出会いぐらいから言っても結構だから長いですよね、付き合いがね。まあ10年ぐらいは経ってるような気がしますね。ええー。はい。その辺もね、今日は皆さんと一緒に、こう、はい、らつらと。まあ、はい。こう見えても赤下さんも、速稼塾2017年。はい。せいで。ファイナルで。はい。はい、ファイナルで。すごい。やらせていただきました。今、もう、なんかあれですよね。まあ、こう、もうすぐ始まりますけども。はい。結構、隠居暮らしといえば隠居暮らしですね。私もね、もともとその、学生起業した時からもうオーナーだったんで。そうですよね。もともと、そういう、まあ、半分セミリタイアみたいな生活ずっと続けてるんですけど。はい。最近は岡山の倉敷住んでまして、ええ、で、広島で商いやらせてもらったんですけど、はい。まあ、半分ぐらいは倉敷ですかね。か、3分の2ぐらいは倉敷の時もありますね。はい。あ、はい、じゃあ、倉敷以外でも、結構出ちゃったりするんですか、県外に。あのね、ほとんど最近は出張ないんですけど、やっぱりコロナの関係で、はいはい、あんまり都会にはちょっと行かないように。うん、してるんですが、はい、あの、大体こういうズームでもう会議できますんで、はい、今は。そうですね。はい。だから、ただ、その、山口のですね、徳山の夢タウンさんには、はい、あの、4月の28日、あ、7だったかな。はい。7か8ですね。はい。ラーメン屋の、夢晴れ、晴れっていう店です。夢に晴れるで。おぉ。夢晴れをオープンさせます。で、丼に、あなたの夢が晴れて叶いますようにありがとうって書いて、はいはいはい、真ん中に晴れって書いてですね、はい、夢ラーメンをまた今日はそのあたりもお話しいただくと、あの、山口の方もね、塾生さんいらっしゃいますんで、はい、ああ、なるほどですね、きっと行っていただけると思いますし、はい、あとね、ありがとうございます。9時からになります。もう間もなくですけども、はい、もしご希望の方がいらっしゃったら、あなたの町にラーメン屋を出すかもしれない。そりゃそうですね、はいやりますね。まあ3年で50店舗やるって、あの、今コミットメントしますんで。なるほど。はい。ということは、まあ、あの、本編でちょっともう一回改めてお話聞かせていただきますけども、はい。ちょっとうちの町にラーメン屋出してくんない？俺が働くから、俺店長やるからみたいな。それいいじゃないですか。はい。あの、うちで本部もやらせてもらってるんで、はい。加盟していただいてオーナーさんっていうのも全然ありなんですよ。あ、なるほど。じゃあ、その辺も今日は、はい、聞いてみましょうかね。はい。はい。じゃあ、改めまして、赤下さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いいたします。ちょっと、あの、明かりの調整が、あの、うまくできたら顔が暗いかもしれないですけど、よろしくお願いします。はい。こちらこそ。では、今日ね、お越しの皆様、本当集まっていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。今日もね、ズームライブの方、させていただきます。今日はね、私の10年来の友人でですね、同じ経営者仲間であり、まあ、先ほどお話しいただきましたけども、隠居仲間ということで、まあ、赤下さんの方に来ていただきました。じゃあ、赤下さん、はい、あの、自己紹介はですね、はい、ご出身のところとか、あとは、はい、まあ、好きな趣味とかね、あの辺も絡めてお話しいただければと思います。よろしくお願いします。
承知いたしました。はい、皆さん、こんばんは。私、株式会社春陽堂グループの、代表を務めております、赤下祐樹と申します。主に、現在、岡山の倉敷に、住んでおりまして、で、広島の方で事業は展開している、赤下祐樹と申します。で、学生時代は、赤しっていうニックネームで、で、大人になってからは、ゆうちゃんって下の名前で、友達に呼ばれています。1973年9月6日生まれの、乙女座ね、47歳になります。はい、うん、AB 型です。はい。はい、で、学生企業を、大阪の難波っていう南ですね、あちらの方でさせていただいて、で、20代の時は天の展開で、東京であったりとか、まあ、大阪、京都の祇園、木屋町、で、久保さんがおられる福山、で、岡山、倉敷と広島ですね。そちらの方で展開させていただいておりました。うん、で、30代で麺の展開になって、飲食店経営を広島で、ドミナント展開、まあ、させていただいて、で、30代後半に、経営理念の方を確立してですね。で、父の後を継ぎまして、二代目社長と創業社長の二足のわらじを、歩んでおります。で、現在は、貸しビル業と、ラーメン直営店とラーメンの飲食店のプロデュース本部と、バー経営及び、株式会社中国不動産サービスの代表と、株式会社広島市民葬儀というところの、顧問をさせていただいております。で、広島市民葬儀の方は、12月1月2月は、昼帯の方の、スポンサーにもやらせていただいておりました。テレビですね。はいはい、テレビですね。はい。めぐみさんの番組ですね。はい。で、今はですね、経営理念が親孝行輝く人づくりってことになってまして、長いですか？大丈夫ですか？いいですよ。よろしいですか？はい。親孝行できるですね、輝く人材を、まあ、育成して、で、まあ、その輪を広げていってですね、自分の周りを元気にして、うん、岡山、広島から、日本を元気に、世界を元気にしていくということをミッションにやらせていただいております。で、私の、今、現在している活動は、まあ、いろいろあるんですけども、48会という同級生のですね、飲み会をですね、うん、月に1回、久保さんと多分知り合わせていただいたぐらいの10年ぐらい前からやらせてもらったんですよ。はい、で、主催してもら、させていただいとってですね、その親睦会が、今、東京で私の友人がやってもらってて、そちらも50人ぐらいで、広島は100人ぐらいおります、はい。で、岡山の方も私地元なんで、ちょこちょこ開催しております。で、神戸の方にも友達がやってもらってて、そっちの日本の全体を48回やって、ね、私ら同級生のヒーローの一郎さんを呼ぼうじゃないかっていうことをやって、それをさらにですね、世界48回っては呼べないんですけど、48年で、世界73回をですね、バリ島で第1回来年やるぞっていう目標でね、はい、やっております。ノーベル平和賞狙ってます。すごい。それとですね、現在ですね、まあ、今サンっていうバーを、はい、広島の方でやらせていただいたんですけども、もともとエヴァっていうお店だったんですけど、はいはいはい。そちらの方が今、バリ島に大富豪の兄貴って呼ばれる方が、ね、丸尾さんっていう方がおられて、うん、そちらのサポーターズクラブを我々させていただいておりまして、うん、まあ、兄貴サポーターズクラブ3、広島ブランチってことでやらせていただいております。うん、Facebook でグループやってますので、お互いにね、仲間と、助け合ったり、支援してあったり、応援し合おうっていう会を主催しておりますので、ぜひよろしかったら入っていただければと思います。はい。はい。あとですね、最後の方になりますけど、今私がさせていただいている活動の一環としてですね、広島の観光大使をやらせてもらってます。はい。はい。ですから、広島発信の何か名産品とか、なんか発信してもらいたい名所とか場所とかあれば、喜んで伺わさせていただきますので、はい、やらせていただけたらなと思います。あとですね、はい、久保さんもお誘いはしてるんですけども、広島の、在住の岡山県人会ですね、岡山県にゆかりがある方だったら、誰でも、ごめんなさい、そ
この理事をさせていただいております。はい。はい。あとはもう経営者の集まりとかですね。まあ、広島西法人会という公益社団法人に会員させてもらったりとか、あと一般社団法人の、広島県の倫理法人会ですね。まあ、朝礼の勉強させてもらったりとか、あとはまあ、会社、不動産がやっておりますので、公益社団法人の広島県宅地建物取引、協会の会員でもあります。はい。以上になります。ちょっと長かったですね。いや趣味に言ってないですね。言いました。いいぐらい聞かせてください。そうですね。はい、すみません。趣味は、スノボーとサーフィンと旅行と食べ歩きなどです。はい。はい。以上になります。ありがとうございます。長々とすみませんでした。はい。いや、とんでもないです。はい、高下さんのね、お人柄と、あと、はい、今まで歩んできた人生が、すごく分かったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。いや、やっぱりね、私なんてのはね、こう、にわか、起業家ですけども、赤下さんのように、こう、筋金入りと言いますかね。あらゆる。27年目ですかね。28年目なんです、今年。はい。まあ、いつも明るくね、元気なところが、きっと、はい、多くのお客様や取引先様に支持されてるところだと思うんですよ、はい。ありがとうございます。ね、通常、赤下さんや私たちの世代ってのはロスジェネって言われてね。はい。元気のないスタートで、いろんな人がやってきて、はい。結局、一回も正社員にならずに、非正規、未婚、夢叶わず、はい、これからどうしようって言って50代に入っちゃう例があって。なるほど。私もね、そういう年代の方をなんとか励ませないかな、と思うところが多いんですけども。はい。赤下さんのような方を見るとね、はい。一花咲かしたいなって思う方も、やっぱり。任されてるじゃないですか、久保さん、どんどん。はい。でもそういう中で、私の場合は、広島にいて事業をする中で、はい。30代は一回も黒字になったことがなかった中で、なるほど、なるほど。当時、山水会っていう異業種交流会のグループがあって、ありましたよね、はい。そこで、赤下さんとのご縁をいただいて、あれから10円になるんですけども、ありがとうございます。すごいびっくりしましたね、赤下さんのように、はい。まあ、いわゆる、本当私から見たら、実業家みたいな感じ。ありがとうございます。で、よくね、その、事業してると、はい。選択があって、ズタボロになったけども、復活したみたいな話があるんですけども、はい、赤下さんは失敗例はないでしょ。あります、あります。あるんですか？ありますよ。今現在何店舗ですかね？多分8店舗ぐらいはやらせてもらってますけど、今まで60数件はやってきてるんで、はい。まあ、店がね、残ってないっていうのは、やっぱり全部残せたらなっていうのもありましたけど、うん、やっぱり、その都度都度、チャレンジする回数は、結構多かったのかなというふうに思っております。はい。そうですね。確かに、イチローさんじゃないんですけどもね、はい、打席に立つ回数はむちゃくちゃ多かったと思うんですよ。はい、当然、空振りもあったと思いますし、ファールチップもあったけども、はいでもね、はい、満塁ホームラン打ったりとか、いろんなことがあって今に至ると思うんですよね。はい。で、まあちょっとここで私個人的なことを申し上げますけども。はい、どうぞ。赤下さんのエヴァっていう、はい。ガールズバーですよね。ああ、そうですね。はい。は、結構通わせていただいて。ありがとうございます。当時私独身だったんでね。はい。まあ結構楽しく過ごさせてもらったのと、あとは、はい、ラーメン屋を展開された時に、はい。これが面白い。速稼塾の塾生で、ラーメン屋はしごを結構させていただいてね。ありがとう。食い倒れですよ。で、広島っていう街をね、ものすごく楽しませていただいたのは、この赤下さんのおかげかなとも思います。はい、ああ、感謝します。やっぱり飲食店って集まる場所なんですよね。そうですね。はい。そういうところで、まあ、速稼塾なり、異業種交流会なりが、ものすごくね、はい、いいご縁を持たせていただいて、はい。しかも今でも広島で事業が、続いてらっしゃるというところでね。はい、おかげさまで。はい。なんか、私もね、広島行った時、ともし火みたいに、あっちにもこっちにも、店があるぞ、店があるぞ、赤下さんの店があるぞ、みたいな感じで。ありがとうございます。ワクワクしますね。はい。で、この1年間結構、商売的には難しい時代だったと思うんですけども、でもね、そうですね、はい。出店を繰り返されたところはすごいなと思いますよね。はい、ああ、おかげさまで、はい。この2ヶ月で5店舗出店っていうことですね。うん、はい、我々。すごいですね。5店舗潰したっていうのは話が分かるんです。一転してるわけですからね。はい。で、人も集まってきて、お客様もいらっしゃって、はい。そうですね。で、こだわりの素材でラーメン出されてるって。はい。このラーメン、そうです。説明してもらっていいですか。はい。ラーメンはですね、鶏白湯ベースと言いまして、鶏をベースにしたラーメンで、で、それに煮干しをベースにした煮干しラーメンであったりとか、あと、
黒ハルハレっていう、まあ、今加盟店さんがやっていただいてるお店があるんですけども、ニンニク焦がしのラーメンであったりとか、あとは、この度3月9日に再度オープンするんですけど、加盟店さんがですね、はい、そちらは海ハルハレって言って、買い出しのラーメンですね。買い出しとか炊い出しのラーメンを出させていただいて、で、アサリご飯を作って、スープを入れて、まあ、二度美味しいっていう食べ方があって、はい、そこにまたその味を変更するのを僕ら味変って呼んでるんですけど、はい、ちょっと味変して楽しんでいただいたりとかできるようなラーメンを展開しております。はい、もうね、私が知る限りほとんどの店舗には行かせていただきまして、これからもね、ありがとうございますということなんで、はい、また行かねえいけんなって感じですけど、ね、ありがとうございます。それで、広島で、アンガールズさんが取材していただいた、はいはい、広島ラーメン大賞っていうので、ラーメン部門で一応2位は取らせていただいて。出てましたよね。はい、うん、おかげさまで。はい。私たちもね、速稼塾塾生上げて応援したんですけど。協力していただいたので。もちろん私たちのね、塾も1万人ぐらいいれば、ブレイク。もう、ちょっと組織票が入ったかなっていう、ありがたいことに。ありがとうございます。はい。というところでね、もう、はい、赤下さんの事業の実態、皆さんね、だいぶ分かってきて、ラーメンなんて食べたくなっちゃったんじゃないかなと思いますけども、はい、やっぱり赤下さん、あ、そう、今ね、はい、広島にいる椎野木くんから、ちょっと、いくつかメッセージ入ってるんですけども。椎野木さん、ありがとうございます。彼もラーメンをどんどん赤下さんのところ使っていただいてね。はい、ありがとうございます。ね、もう彼はラーメンしか食ってないんじゃないかなみたいな人生。ファイナルの同期生ですよね。そうですね。はい、そうなんですよ。その速稼塾ってもの、私は麻雀店やる傍らスタートして、で、いつの間にか麻雀店はなくなって速稼塾オンリーになったわけなんですけども、はい、その中でね、最後にこの速稼塾のビジネスをドーンとやって、で、それからね、私はこの、今、福山の隠居暮らし入ってるんですけども、その、一番最後のカリキュラム、200日ぐらい連続でやったんですけども、そこに赤下さんも参加していただいて。ありがとうございます。本当にありがとうございます。あれからね、赤下さん、2018年、19年、はい、21年と、はい。赤下もますます元気にやっておりますね。素晴らしいですね。見守っていただければと思います。はい。というところでね、今日いらっしゃったのは、ほとんど速稼塾の塾生さんだと思いますんで、はい。皆さんね、こう、一心同体でございます。まあもちろん、そこは塾生さんじゃなくても全然ね、こう、ズームライブに来ていただいたりとか、YouTube 来ていただいていいんですけども、はい。私もね、ここまで、こう、いわゆる不動産なり、店舗なり、実業にね、はい、目指してる方が、こうやってお付き合いしてくださるっていうのは、本当名誉でございます。本当改めて。いやいや、こちらこそ、感謝です、本当。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日の本題といえば本題なんですけども、はい。なんか出版があるそうなんで、その辺もいいですか？はい。ですね、そもそも本を書こうと思ってたのは、もう20代の頃から、はい、友人が、まあ、ある出版会社を立ち上げるのに携わってた人がいて、東京の方で、はいはい、で、ゆうちゃん本書きゃええやんって言われてたんですね。うん、はい。で、いや、ゆうちゃんもう店養鶏やってるし、絶対書いたらおもろいから絶対売れるから書きやって言われたけど、うん、ちょっと恥ずかしくて、はい、ちょっとやめとくわ。でもいずれは書こうと思ってたんですね。うん、で、それで、やっぱりこう、どう言ったらいいんですかね、コロナがあって、やっぱ私も大変でしたし、もうほんまにこう、ダメかと思うぐらいの大変さっていうのはもう多分、我々の会社が今40、今年で9年目になるんですけど、その中でも一番ぐらいの危機っていうのは訪れたんですね。で、はい、ちょっと厳しいなっていうことで、でもまあ、何かのご縁でですね、まあ、うん、まあ、銀行さんがパッと、支援してくれたんですよ。はい。で、その時に最初もうダメかもしれん思って、マスク2万枚仕入れてですね、おコロナの時に。はい。ほんで、寄付したんですよ、もう。はい。多分、だいぶ、それ売ったら稼げれるよとかって言われたら安く仕入れれたんで。はい。で、まあ、品がもう中にない時だったんで。で、でももう、もういいわ、思って寄付させていただいたんですよ。はい、そしたらなんかまた運がクッと来て、良くなって。はい、で、
あのバーも閉めようかなと思ってたけど、やっぱりこうその兄リゾーって兄貴の集まる場所が欲しいなーって話してもないんだったら、もう自分で作るわって言ってでやりだした時にやっぱりこうよっしゃ、僕も金なしコネなしで始まってるんで、もともとが、はいはい、もう一回4畳半一間スタートのつもりでやるぞと決めて、うんはい、本を出版、そういえば思ってた本を出版しよう、うん、で私の創業記念日が、はい、あの11月11日なんですね、だから今年の11月11日までやるぞって言って1月に決めて、はい、でいろいろこうコミットメントしてたら3月の7日に出版っていうことになりまして、はい、で2冊目が6月に出版決まってまして、はい、器出版さんから決まってまして、はいはい、今回はアニリゾ出版っていうところで、はい、兄貴関係のあの出版会社の方に声かけていただいてですね、はい、でAmazon の方から、うん、おもろかったらええねんっていうのが私 の, あの20代の時の、はい、まあ、経営理念で、うん、まあ、あの明文化はしてなかったんですけど、社員さんにね、はい、おもろかったらええねんって言ってたんで、でまあそれを題名にしてですね、はい、まあ学生起業したんでですね、まあ20歳で、お店を構える企業、なんだったっけな、開業、ちょっと待ってくださいね。自分の本のサブタイトルが分からなくなりました。二十歳でお店を持つ企業術です。はいはい。だから、こちらで、だから、その、アマゾンのサイトで、明下ゆうきでひらがなで検索するか、はい、面白かったらええねんで検索するか、二十歳でお店を持つ企業術で検索するか、はい、まあ、春陽堂とかアニリゾ出版でやったら3月7日出てきますんで、はい。まあ、ぜひ、アマゾンのサイトは30日登録無料っていうのがありますんで、はい。まだ登録されてない方がおられたら、無料登録で読めますんでですね、うん。それでペラペラめくっていただければ、ありがたいなと。はい。まあ、おそらく最初は2万冊までは99円で販売するんで。そうですね。はい。1冊目なんで。これ2万冊まで行くまで、ちょっとそれで、1回どこまで、うん、いけるかやってみようかなっていう、はい、もう早速買うぞってコメント入ってますよ、ありがとうございますはい、私も買わせていただきますんで、ありがとうございます、感謝します、はい、もうたくさんの方にねお知らせ、そうですね、いただきます。それで、あ、ごめんなさい、ちょっと言い忘れたんですけど、はい、それで私自身も沈んだ気持ちから、うん、でも昔の自分のやる気を思い出して頑張るぞっていう、今大変な中でも、飲食業界大変な中でも、前を向いて、ちゃんと夢を希望を持ってやれば、なんとかなるんだってことを、皆さんにお伝えしたいんですよ。うん、で私をもみ取ってください。なんとかしますんで。どころか、もう新しいビジョンを打ち立てて、こういう時だからこそ、もう3年で、この前30店舗やりますって言っとったけど、だんだん勢いづいてきて、3年で50店舗やりますって。そのね、別に拡大するだけが目的ではないんですけども、はい、やっぱり夢のあるね、話をね、うん、皆さんとしたいんですよね。そうですね。元気がね、うん、みんな良くなってもらえたらと思いますし。はい。まあ、こういう時期だからこそ余計にね、灯しになってあげたいですね、はいはい、私たちも。そうなんですよ。だから、我々も、もう流れ川界隈の繁華街はね、さすがにちょっともうできなかったんですけど、はい、郊外の方でやってるラーメン屋は、まあ、黒字経営でさせてもらってたんですね。うん、はい。まあ、これからも、もちろんもうコロナもね、早いシナリオだったら4月で収束するっておっしゃられてる偉い先生もおられますんで、はい、まあそれは、先はね、見通しはわからないんですけども、ね、希望を持ってやっていきたいなと思ってます。はい。はい。その、明かりを灯す一助になれればと思いまして。いや、本当ありがとうございます。はい。早速ですね、ちょっとコメントの方でね。はい。愛知県東海市にラーメン屋出してくださいみたいなのも書いてあったり。いいですね。いや、ぜひそれね、話、詰めてみてくださいよ。はい。はい。これ終わるんじゃなくてね。はい。まあ、いろんな。はい。はい。あ、明下さんの方からもいろいろとね、その土地のこととか、スタッフさんとかお客さんのこと聞くこともあると思いますけども、はい。やってみようかなっていう気持ちが全ての始まりですからね。そうですよね。はい。で、途中でちょっと難しいなと思ったら、それはそこで、もう考え直せばいい話なんで、とりあえず。そらそうです、そらそうです。大事です。うん、そらそうです。絶対やれってもんでもないですから。ほんまですよ、ほんまですよ。ちょっとね、これをご縁に、まあ、ほんと、気持ち、話聞いてみたいんだけどなって方は、ご連絡ね、後で連絡先教えていただけると思いますんで。ああ、もちろんです。はい。まあ、本を買うのと一緒に。
はい。話してできればいいかなと思います。ありがとうございます。ご援助いただき。すみません、ありがとうございます。出版のことまたね、後でお話ししたいんですけど。ああ、承知しました。直近の出展のことを、なんか何店舗か先ほどね、放送の前に聞いたんですけども、はいはい、夢タウンのどこでしたっけ？夢タウンの、みゆき店っていうところがあるんですね。宇品っていう地域なんですけど、南区の方ですね。はいはいはい。あちらの方にうちの加盟店さんで、はい。1軒、3月の27日オープンです。あ、もうすぐですね。27日。はい。で、3月31日オープンが、2軒、はい、あの、バーサンっていうのとバーアリスっていうのがオープンします。はい、そうですね。あと、はい、3月9日に、はい、仏壇通り、っていう通りがあるんですけど、の流れ川と薬局の間ぐらいですね。そうですね。もともと煮干しラーメン春晴れがあった隣が、はい、私が所有しているビルなんですよ。防具ビルっていうビル。ああ、ビルがね、そうでしたね。はい。うん、そちらの1階の方で、はい、海晴れっていうお店を3月9日にオープンさせます。はい。はいはい、それとともに、ともにっていうか、まあ、海晴、そうか、名前は変えたんです。徳山、山口県の徳山にですね、の夢タウンさんで、夢晴れ、夢に晴れる、夢晴れっていうお店を。夢晴れ。ラーメンですね。うん、はい。で、丼も作りますんで、はい。そちら、クラウドファンディングもやりますんで、で、あなたの夢が晴れて叶いますようにありがとうって言って丼に書いて、いいですね。真ん中に晴れ、っていう字を書いて、で、クラウドファンディング、まあ、いくらか決めてないんですけど、その丼もね、はい。協力 していただいたお礼として贈呈するっていうような計画も立ててますんで。はい。ますます、楽しみですね。はい。ですから、先ほどおっしゃってた方もね、はい。もし自分でチャレンジするとかいうのがあればですね、我々が先にクラウドファンディングで、いろいろこう、試行錯誤してみますんで、はい、そちらの方である程度うまくいけばですね、うん、資金も別に調達できるんだったらね、うん、いいですね。できるかと思います。うん、はい、うん。すごい。ということなんで、3月、この春はですね、広島と山口県を中心になりますけども、はい、出店も決まってますし、はい。木のバーっていうのは、絵のバリ島の兄貴ですよね。そうです、そうです。丸尾さんっていうバリトの兄貴です。はい。バリトの兄貴でも、なんか、明石さん友達っすからね、もう。いや、まあ、帯をね、はい、書いていただくようになって。あ、そっかそっか。アマゾン出版の、先ほどの書籍の帯を書いていただくんですか？そうです。はい。あ、名誉ですね。すごいですね。あ、 ありがたいことです。でかすぎも大富豪っていうね、本の、主人公にもなって、映画もの主人公にもなられてる方なんで。はい。はい。すごい。ということなんでね、皆さんの本の方もね、注目なんですけども、はい。店舗もいっぱい出ますんで。そうですね。はい。これから出店計画はあるんだけども、はい。やりたいですって人、大募集なんですよね。大募集ですよ、もうそれは。全国各地、つつうらうら、どっかでも声をかけてください、みたいなスタンスですか？そうです。全国も行けます。世界も行けます。おお、すごい。今、大元のうちの、まあ、私、サブ本部なんですけど、はい、大元の本部は3年で50店舗、5年で100店舗やったスキームで、はい、今、ヨーロッパにもお店ありますし、シンガポールとか、うん、タイとか、はい、まあ、いろんなところにお店ありますんで、はい、あ、すごいですね。世界中で出せます。はいはい、今こう、海外とのやり取りっていうのは、なかなか難しい時期だと思いますけども、はい、店舗の、まあ、今はですね、やっぱコロナがありますんで、うんうん、ちょっとね、しんどい時期かもしれないですけど、はい。海外の店舗は元気に営業されてるんです？自粛が、ね、ロックダウンみたいなのかかってるんですかね。ロックダウンかかった地域もありますし、やっぱり、ね、なんとかやってる地域もあるとは聞いてます。はい。はい、うん。まあでもね、今度、この度、海外の方にまた行けるようになったらね、まさにちょっとね、はい、伺いたいな。コロナが明けたらですね。明けたらね。はい。どうなんですか、飛行機の便は私たちの足になり得るんでしょうか、これから。いや、私はちょっと希望的観測かもしれないですけども、まあ、いろいろこうお話、いろんな方のお話聞いてて、早いシナリオだった4月っておっしゃられて、うん、ね、年末か来年の頭には、もう収束してるだろうって言って遅くともっていうような見方を私はしております。はい。はい、あとあれですね、人々の心理的な不安とかがなくなれば、はい。はい、結構尾を引く部分もあると思いますからね、でも怖いみたいな感じで。まあ、多少はあるかもしれないですね。はい、きっとこれからね、はい。
街中の人がマスクを外す機会っていうのは、あと2、3年収まらないのかなみたいな。あ、そうかもしれないですね。ただやっぱりこう、皆さんね、やっぱこう、我慢してたり辛抱されてる反動もね、必ずいつかは来ると思うんですよ。うん、やっぱりこう、世界とか日本の歴史見ても、不景気のままずーっとっていうのはないんで、やっぱ不景気の後は好景気になるしっていうような、はい、波があると思ってるんでですね。まあ、僕は明るく物を見る方なんで、そこがね、うまくまた、好景気来るぞって。まあ、そうじゃなくて、明るい明石さんですからね。とにかく明るい明石さんなんで。いや、でも本当にね、なんかね、大失敗っていうんですけど、そんなことをね、全く感じさせないんで、はい、先ほどからちょっとね。悪材ありますよ、久保さん、それは。ありますよね。はい、そうなんですよ。だから感じさせないっていうのが、すごく大事なんですよね。あ、はい。見てみると絶対ありますからね。ありがとうございます。むしろね、つまずきとか転落抜きに、向きって成功する人なんていないんで、はい、多分そうかもしれないですね。ね、私のマインドセットとしては、やっぱりね、はい、本気でやれば片手片足ぐらいなくなる覚悟はいるんですよ。なるほど、なるほど。でもそのぐらい腹くくると、案外ね、擦り傷なしで、はい。見ちゃったり、あとね、大きな画面も、ね、はい、うん。笑って、なんかね、かいくぐれるんじゃないかなと。なるほど。おっしゃられる通りだと思います。まあ、これは例えばね、はい、怪我をした後は、かさぶたでさらに強くなるみたいなね、そんな感じです。ああ、いいですね。例えが、非常に上手です。はい。で、赤下さんね、ちょっとこう、はい、本の話を改めて、はい、もう一回話させていただきたいんですけども、はい、大体内容的には明石さんの人生観とか、はいはい、20代の頃に思っていたことが結構詰まってるような感じですかね。そうですね、私の経理念とかも書かせてもらってますし、はい、で、漫画もちょろっと入ってます。あ、なるほど。経営理念についての漫画が少し入っててたり、はい、私の学生時代の話から、はい、まあ、主に焦点当ててるのは20代前半で起業した時の話ですね。どういうふうにして、金なし、声なしの状況から、18で大阪に行って、20歳っていう2年間で起業できたかっていう話を書いておりますね。うん、すごいですね。その体験ってのは、はい、今、40代や50代を過ごしている方にも当てはまる、はい、あるんでしょうか？当てはまると思いますよ。すごい、皆さん今も私にも当てはまってますからね。すごい。まあ、資産は、まあ、9億、8億ぐらいありますけど。8億になります。でも、ありますけど、でもそれはまあ、やっぱり借り入れですからね、言えば。うん、言ったら、まあ、資産でもありますけど。だからもう、はい、自分の中ではもうゼロスタートだっていうふうに、再度思って、うん、はい、第5創業ぐらいですかね。ちょっと、なんとなく、昔、一回、バーンってなくなったこともあるんですよ。うんうん、商売が、商いが。誰か来ました？こんにちは、はい、こんばんは。コウジさんが。コウジさん、こんばんは。で、バーンってなくなったら、じゃあ また一から創業するぞっていうのが、まあ、5回目ぐらいなんですよ。うんうん、それでちょっとよし、頑張るぞっていうことで、はい、で、常に原点に戻って、うん、あの時何もない裸一貫からやったんだから、またできるさっていう、うん。いや、そこはね、私も大いに共感するところで、はい。いや、なんか、いつでもね、裸になる覚悟はね、していたんですけども、もともと裸だったんですね。はい、そうですね。考えてみれば。はい。ただまあ、そこそこの年齢に行って、そこそこの安定した、はい、まあ、いわゆる家族を持つと、はい、あんまり大きく崩しちゃいけないなっていう部分もあるんで。なるほどですね。私もね、ちょっと私も、慎重になる部分はあるんですけども、でも、はい。する気持ちとか、もう一勝負、はい、もう一勝負っていう気持ちは、やっぱり失いたくないですね。ですね、はい。まあ、そういう部分もありますんで、明石さん、はい、ね、その本の内容、ね、こう、これから私たちも見るようになると思いますけども、いろんなところで励まされるのと同時に、はい、これね、実は20代のマインドセットっていうのは、はい、考え方っていうのは、多分皆さんもお持ちだと思うんですよ、いまだに。この本。なるほど、はい。で、もう一回その気持ちを思い込んで挑戦してみると、はい、あ、今でもいけるやん、もしくは今だからいけるんじゃないかなってことに気づくと思うんですよ。それはあると思います、はい。決して若い頃に、やったことは思い出じゃないんですよ。今使うべき宝なんですよ。はい、今武器になってるんですよ。おっしゃられる通りですね。ですんでね、私もね、はい、最近ね、はい、さんの方で、ボーカルオーディションに挑戦する50代みたいなのが、はい、ちょっとね、はい、何人か出てきて、はい、合格してるわけですよ。すごいすごくないですか？すごいです。うん、だからそういうので、
今からもう一勝負、本当に今までずっとやってこなかった、はい、こんなことやっていいんだろうかってものから私はね、手掛けてもらいたいなと思います。それが挑戦ですよ。いいですね。はい。不慣れなものこそやった方がいいし、はい。そういう分野でもう勝負してもらいたいなと私も思いますね。それが挑戦だと思いますんで。いいじゃないですか。はい。いいないです、全然ね。はい。よし、ということで、私、これ私に向かっての言葉なんですけど、実はね。いや、素晴らしいですね。はい、じゃあ今日ね、何名かの方、12名というふうに出てますけども、はい。赤瀬さん、よろしかったら、まあ、お二人か三人様とコミュニケーションを取っていただく時間があれば。はい、まあ、全く問題ないですよ。はい、どうぞ。はい。どなたか、挙手っていうか、しにくいと思うんですけども、一言二言交わしてみたい方いらっしゃいます？ここが何でも聞いてください、気軽に。はい。あ、どうですかね、なんか、顔を出されてる方がなんかね、お二人いらっしゃいます。顔出さなくてもいいですよ、別に。あ、ほら、加藤さんが。じゃあ、加藤さん、はい、マイクのミュートをこちらから会場を求めますんで、ちょっと喋ってみてください。え、マイク、はい、どうぞ。あ、聞こえてますでしょうか。あ、加藤さん、こんばんは。はじめまして、加藤と申します。はじめまして。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。いや、本当に僕と真逆でとっても元気なので。いやありがとうございます。お元気じゃないですか、加藤さんも。だからこう場の雰囲気を明るくするやっぱり元気さっていうのがやっぱりものすごく赤下さんから感じまして。ああ、ありがとうございます。なんだろう、 いつもそうなんかこう気にかけてらっしゃることだとか、はい、なんか気をつけてらっしゃることを教えてもらえたらなと思いまして。はい、はい、本の題名おもろかったらええねんなんですけど、とにかく楽しいこといっぱいしようって思ってます。加藤さん、笑顔いいですね。ありがとうございます。加藤さん、いいんですよ、笑顔が。はい。まあ、ちなみに加藤さんね、あさって、はい、ちょっと宣伝してもらっていいですか、加藤さんに。あ、僕から。はい。あさっての3月6日の夜22時から、はい、お坊さんのこのズームライブの方に出演させていただくことになります。おめでとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。こちらこそよろしくお願いします。加藤さんはファイナンシャルプランナーでいらっしゃって。ああ、そうなんですね。お金の問題解決をテーマにお話しさせていただく予定でございます。はい、素晴らしいですね。税金とかね、資産構築とか、はい、家計をどう守っていくか、さまざまな皆さんの身近なところにね、はい、困ったを困らないにしていく知恵をお持ちですからね。素晴らしいですね。ね、赤下さん、それでね、はい、本の話と出店の話させてもらったんで、はい、ちょっとね、はい、こう、家族の話も聞かせていただきたいと思います。家族ですね、はい。はい。ありがとうございます。ご家族は今、どんな形で？はい。現在、広島にもともと住んでたんですけども、今は、ちょっとコロナの関係とか、私の父が岡山の倉敷で亡くなったりとかした関係もあって、私、長男ですんで、はい、まあ、お墓もこちらの方に倉敷の方があった関係でですね、倉敷に去年の5月ぐらいに引っ越しましてですね、はい、で、長男が、5年生で、次男が3年生で、一番下のチビが1年生です。うん、で、まあ、男です、3人とも。で、長男が牛年で、私が牛年で、うん、妻も私と一回り下の牛年でって、牛が3人おる家庭になりますね。はい。で、はい。あ、すいません。お子さんとゆっくりと過ごす時間、持てます？忙しいんじゃないですか？いや、月の半分ぐらいは倉敷に住んでてですね。まあ、一番多かった3分の2ぐらい、3週間ぐらいは、倉敷で過ごしております。うん、じゃあ結構タイムマネジメントも十分、はい、されてるわけですね。そうですね、はい。今日はそんな中、まあ、ありがとうございます。夜、お時間取っていただきました。いえいえ、とんでもございません。はい。はい。あとね、もう、お一人、はい。コージさん、お話しさせてもらっていいですか？どうぞ。コージさんがね、はい、愛知県にお住まいなんですよ。愛知県のコージさん、はい。どうぞ。あれ、コージさん、マイク、ミュート解除していいですよ。どうでしょうか。あ、今、ちょっと戸惑って、今喋れます、コージさん。大丈夫ですかね。はい、OK です。コージさん、
やったーですね、はい、浩司さん。こういうキャラでね、僕も大阪出身なんですわ。はい。で、久保塾長さんにね、久保塾長さんにね、はい、この西成浩司っていう命名をつけていただいて、はい。はい。強烈な話ですね。で、西成浩司チャンネルっていうのをね、YouTube の方やらせていただいてます。はい、YouTube チャンネルやられたんですね。はい。ほんでね、ガラガル系の YouTuber で、はい、で、こんな感じでね、はい、私が西成浩司や、はい、大阪弁しか容赦でらんねん、みたいな感じで、そういう大阪弁でやらせてもらってるんですよ。ああ、そうなんですか。はい。はい。ほんで、大変久保塾長さんにもね、可愛がっていただいてですね、ああ、なるほどです。しております。ありがとうございます。またね、これを機会にですね、赤塚さんとも、はい、お付き合いをさせていただきたいと思いますので、ね。ぜひともよろしくお願いします。はい。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。社会科見学として先輩に連れて行っていただいたことあります。はい、あ、そうなんですね。はい。なかなか強烈な街で楽しかったです。ね、今はちょっと綺麗になってね、だいぶ綺麗になってるんですけどもね。はい、ああ、なんかいろいろね、スパワールドとかもできたりとかして。ね、そうみたいですね。はい、あの辺も行かしてもらいました。はい。またよろしくお願いいたします。今は名古屋にお住まいですか？はい、僕は愛知県東海市、ね。東海市、愛知県の東海市。ああ、はい。そのあたりでね、ぜひよろしかったらラーメンでも。はい。展開できれば。そうですね。僕は7ヶ月、もう8ヶ月食にありつけてなくてですね。ああ、そうなんです。今Amazon のレビュアーっていうのをちょっと手掛け出したとこなんですけども、ね。ああ、そうなんですね。なかなかまだ収益化には繋がってなくて。ああ、なるほどですね。はい。試行錯誤しながらいろいろやってるんですけどもね。はい。はい。頑固ラーメンやってください。ありがとうございます。またご指導ください。麹ラーメン。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、麹さん、お疲れ様でございました。ありがとうございます。麹さん、ありがとうございます。はい、すみません。ありがとうございます。お話しいただきまして。はい、いえいえ。本当ね、皆さんと関わっていただきたいんですけども、なかなかお時間ですとかね、はい、他の都合もありますんで、今日はお二人の、もともと顔出しした方にトークを展開していただきましたけども、はい。ここはもう一人、篠木康晴は喋らないかな？篠木康晴、どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です、篠木さん。お世話になります。お世話になります。ありがとうございます。最高ですね、赤石さん。ありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。はい、また新店のラーメン屋さん行きます。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。ちなみに赤石さん、ちょっとはい。これからのことで、はい、10年、20年先のこととかも考えられてるんですか？ 10 年、20年先ですか。はい。まあ、考えてることは考えてることありますけど。はいはいはい。喋っていいですか？なんかちょっと、どんな感じで思ってるのかなっていうのを。なるほどですね。なと思ったんですけど。はい。一つの自分のミッションとして、その親孝行をずっとみんながやっていったら世界平和なら思ってるんですね。うん。思ってるんですね。親孝行。はい。はい。それはそれで一つ置いといて、はい、自分でちょっと考えてることが、岡山が、まあ、3歳から高校生卒業するまで育てていただいた町なんで、そっちの方で、桃太郎ランドですね。桃鉄の桃太郎ランドを作ったら絶対面白いなと思ってるんですよね。めちゃくちゃいいですね。はい。ほんで、こちらを鉄道を引いてもらって、で、広大な土地がいると思うんで、その土地にバーンってやるんですよ。うん。そうすると、世界中から人が集まってくるんですね。ソフトが世界中売れてるんで、で、日本の倉敷、まあ岡山でもいいですけど、岡山県で、桃太郎ランドってものすごい何兆円とか何千億円って仮想の世界ですけど、ゲームの世界であるじゃないですか。はい。で、あの実物がなんでないのかおかしいなって僕思って。それを、例えばジャンプさんとか、いろんなね、そのハドソンさんとかわかんないですけど、はいはい、その人らに働きかけて、なんか、おもろい兄ちゃんがこの辺で、やろうが言うてるで、みたいなのをね、どっかの本でまた
書いて、で、世界中から観光客集まってくる、コロナが明けたら、で、岡山県も活性化する、うん、で、まあ、それはもう一つの、もう、自分の、まあ、大きな事業になるんで、ミッションとしていつかできたらいいなっていうふうで、まあまあ絶対やったろうかなって思ってます。ピッピーとか言ってね。サイコロしてね。キングボンビーとかがいて。キングボンビーもおって、いろいろ面白いかなと思って。まあ自分の目の黒いうちにはね、やりたいなと思ってますけど。すごい。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白い。はい。はい、夢ですね。ですね。ありがとうございます。まあ、あとは、まあ、様々ありますけども、まあ、一番大きいっていうか、ね、これやってみたいなって今思ってるのは、それですね。なるほど。はい。ちょっとじゃあ、その続きは、また、赤下さんにお会いしたときに。あ、そうですね。はい。ランチでも、ぜひ、また。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。なんかね、意外な人が顔出しじゃないってのがね。そうですよね。今更は顔を晒したくない、なんか YouTube って顔出すのってどうなんですかっていうようなタイプじゃないんですけどね。そうですよね。なんか他の事情があったんでしょ。はい。女性と一緒なんでしょ。あ、出てきた。出てきました。はい。広島ではね、なんか椎野木くんがまた、速稼塾のオフ会なりなんなり企画したいということだったんです。そうですね、オフ会をね。はい。かもしれません。はい。はい。引き続き、彼もね、頑張ってますんで、ご支援よろしくお願いします。はい、あ、こちらこそ、よろしくお願いします。いや、彼もね、飲食店、勤められてたんでね。そうですよね。ですね、ラーメンね。はい。もうほんまにね、今回の、広島の夢タウンさんの出店に関しても、久保さんつながりの速稼塾のおかげなんです。おぉ、すごい。はい。はい。恐縮です。そういう、まあ、久保さんつながりで、新の木さんつながりの、こう、ご縁があった方に出展していただくんで。はい、いやー、すごい嬉しいですね。はい。もうなんかね、これ行かないといけんようになってきたのよ、本当に。いやいや、ほんまにおかげさまなんですよ、本当に。じゃあ、私とね、新の木くんは、何を隠そう、はい、Google のローカルガイド、5と8ですからね、結構ね、ランクが高いですからね、ちょっと、Google の、はい、Google マップにね、いろいろ口コミ書かせてもらいますね。ああ、ありがとうございます。任せてください。5とか8っていう、あれがあるんですね、ランキングが。ランクが10まであるんですよ。日本では、ね、ああ、そうなんですか。20人ぐらいしかいなくって。はい。で、私8なんですけども、100人ぐらいもいないんですよ。はい、へえ、すごっ。で、いつの間にかそうなっちゃいまして。で、シンがレベル5なんですけど、はい、レベル5ぐらいから、Google の本社に呼ばれるんです、はい、で、一緒に行こうかなと思ったら。かっこいいですね。一緒に行こうかなと思ったらね、はい、今回の感染症騒動で飛行機動かなくって。ああ、なるほど。もう旅費からね、宿泊費からなんからね、Google が出してくるんで、やったぜと思ったんですけど、はい、すごいでしょ。すごいことになってますね。すごいですよ。まあ、口コミで拡散させてもらいますんで、お任せください。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。あ、こちらこそです。はい、ということでね、新宿君ありがとうございます。いろいろと計画していただいて、ありがとうございます。それからね、山口県の方も出展されるってことだったんですけども、山口の方にはね、はい、岩国中心に、塾生さんいらっしゃってね、私もね、何度もね、山口の方に、はい、お招きいただいて、いろいろね、総務省じゃないですけども、接待いただいてですね。ああ、そうです。なるほど。本当、身近なところです。今、福山からもね、たまに呼ばれたりとかしてね、山口の方にもご縁があるんですけども、そういう、いいですね、もしかしたら店舗の方ね、速稼塾が集まる場所になったらいいな、みたいな感じ。ああ、素晴らしいですね、はい。で、今ね、桃太郎ランドの話が出ましたけども、夢はでかいわけですよ。はい。で、私も何を隠そうね、倉敷の千堀公園ってのが、ものすごくね、残念な時期に閉店されちゃって。はい、ですね、はい。私もね、自分の店出した直後だったんで、ものすごく悔しくって。なるほど。逆に火がついたのは、あのぐらいのことやりたいなっていう気持ちで。はい、ですよね。ね、授業をずっと続けてきたわけなんですけどもね。はい。赤下さんの夢にね。はい。これもうね、私たち共通の夢だと言ってもいいぐらいですよ。ああ、ありがとうございます。もうね、皆さんで乗っかりましょう、これは。ですよね。ビルボーイぐらいやらせてもらいましょう。みんなでやりましょうよ。はい。ですね。これを機会に、赤下さんとの覚えも皆さんね、お互いに確かめ合いながら、はい、こ
これからのご縁ということで始めさせていただければと思いますんで、そうですね。そのとっかかりで本は買ってください。ありがとうございます。ラーメンも食べに行ってください。はい。本は99円で最初の第一版です。99、100冊。そうですね。99円でやります。99円で出ますんで。はい。さすがに99円ない人いないと思うんで、ぜひお願いします。はい。で、Amazon の方で、検索していただいて、面白かったらええねん。もしくは。そうですね。おもろかったらええねんですね。おもろかったらええねんか。おもろかったらええねん。明石田祐希か、アニリゾ出版っていうふうにやったら。3月7日ですね。ですね。そうです。はいはい、ここまで繰り返し言ったんで、絶対に皆さん、はい、絶対にも買ってください、ね。私の Facebook は、ちなみに赤色の赤に上下の下って書いて、勇気はひらがなで、Google で、Facebook 赤色の赤上下の下、勇気で検索したら出てきますので、そちらの方でも友達申請いただいたら、もちろん承認いたしますので。はい。はい。そうですね、皆さん、Facebook されてる方は、ぜひね、友達申請していただいて、それで Facebook グループがなんかね、ありましたんで、先ほどご紹介いただいたの。そちらの方もご案内いただいてください。はい。ぜひ。Facebook されてない方はしてください。即可塾で必須ですよね、Facebook は。はい、ぜひね、Facebook。あ、でももう、時代が変わったんですかね。今は Facebook そんなにあれなんですからね。あ、そういう見方もあるんですけども、やっぱりそうは言ってもね、はい、Facebook って誰とつながるかによって、はい。ものすごく濃くしてる方とつながれば全然問題ないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。だからもうね、アカウントがシニアアカウントになっちゃった方を、いくら友達にしてもあんまり効果がないのは、ほんとその通りなんで、ブームが立つ。はい、はい、うん。ただやっぱり今でも Facebook ね、まめにされてる方がいますんで、そういう方としっかりとつながっていただければなと思いますね。はい、ああ、承知しました。はい。はい、で、今日はね、いろいろとお話、明るく楽しく伺ったわけなんですけども、まあ、そろそろね、お時間の関係もあるんで、はい。ラストシーンになっていくんですけども、はい。明石田さんね、はい。こう、10名以上の方と一緒に、はい。過ごさせてもらいましたけども、はい。皆さんに、ちょっと最後にね、まあ、お礼と励ましみたいなのがあるとしたら、どんなことがありますかね。これ難しい時代ですけども。そうですね。まあ、まずは、ここまで、視聴していただいて、本当にありがとうございます。あとは、まあ、途中から入ってきた、方々も、今日お話しできなかった方々も、見ていただいて、本当に、感謝申し上げます。ありがとうございます。それで、先ほども申し上げましたようにですね、皆さんも大変だと思いますけども、私も、9億借りであるんですね。この状況下は結構パンチがあるような感じなんですよ。でも、まあもちろん資産もありますけども、で、なかなかね、収益が上がってた部門を、こう、新しい社員さんに譲った、昔からの社員さんに譲ったりとかして、もう本当に不採算部門ばっかり残った状況から、よっしゃやるでと。うん、ね。頑張ってやったら、まあ、なんとかなるんやと。もうダメかと思わないでくださいと皆さんにお伝えしたいです。絶対に希望の光はあるし、うん、先ほど久保さんがおっしゃられたように、自分で夢とか目標とかビジョンを持って、明確にして、それを皆さんに、まあ、できるかできないなんかはわからないんで、もうやりますって言ってコミットメントするところから、いい回転が、うん、全循環っていう回転がですね、始まるんだっていう。その最初の第一歩は、心の中で久保さんがおっしゃられたように、やるぞって決める。うん、で、もうコミットメントして、先ほど久保さんが言われたように、足が折れても、腕が折れても行くぜっていうぐらいの心意気を持つと、決意を持つと、なぜかこう応援してくださる方が出てきたり、うん、まあ、して、だん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 良くなっていくんじゃないかなって私の経験の中で、何度も何度もこけました、私も。うん、でもそのたんびに、いつもこうやって久保さんみたいに助けていただける先輩に恵まれたりとか、応援してくださる皆さんに励まされたら、そしたらね、やっぱりね、潜在能力出ますよ。うん、やっぱ自分のためにとかね、あれももちろんあるんですよ。でも、うん、そうじゃなくて皆さんこんだけ応援してくれたんだったら、やらないかもわしっていう。ね。それは、モータルランドなんかな、でかい事業なんか一人で、できっこないし、ねえ、それみんなで、ねえ、もうそこから私別にやったからで給料1円も取ろうと思ってませんので、そっちはもう公の事業として考えてるっていう、そのくらいの気持ちでね、取り組めば何事もなせるんじゃないかなって私は思いますんで、コロナのこんな厳しい時期だからこそですね、
9億借りてる男が言うんで。そうですよね。はい。皆さん、頑張りましょう、言って。はい。本当にそうですね、はい。まず、ね、こう、大きな夢を持とうが、小さな夢を持とうが、ただです。そうですね。そうです、そうです、そうです。だからね、でかいこと言って、はったりかませば、はい、ちょっとは近づけると思うんですよ。はい、いいですね。で、はい、たまに全部ね、到達しちゃうこともあるんで。です、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 です。で、やっぱりね、夢を語る人って人が集まるし、はい、応援したくなるんですよね。ああ、ありがとうございます。まあ、男の子なんで、はい、夢を語ってなんぼだと思いますんで。そうですね、童心に帰ってですね。で、もう私ね、本当にいつも思うんですけども、はい、笑われるぐらいの大きさじゃないと夢じゃないですよ。ああ、素晴らしい。もう妄想でいいじゃないですかね。です、です、です、です。そういう気持ちでやっていければ、はい、いいんじゃないかなと思いますんでね。はい。本当に皆さん、心の中にポッポと、明るいものを持ったんじゃないかなと思います。はい。で、赤下さんね、こうやっていろいろとお話ししていただきましたけども、はい。今日、もしね、無理じゃなかったら、事前にちょっと話したんですけども、はい、なんかその、プレゼントがあったら、なんか今日ありますかね？プレゼントですか？あ、もしあれだったら、例えばその、はい、私の、まあ、バーとかに来ていただいたら、はい、ワンドリンク無料とかですね。あとはラーメン、来ていただければ、ラーメン無料とかは、Facebook 友達になってもらったら、お送りしますんで。はい。ありがとうございます。はい。そのくらいはできます。はい。まあ、ね、もしあれだったら、うん、ね、本も差し上げたいところなんですけど、無料でね、30日登録して Amazon にいただければ無料で見れますんでですね。はい。はい。まあ、そういうこともありますんで、今ね、プレゼントいただきました。はい、はい、ここはね、皆さん、速稼塾の塾生さんなんで、はい、ただでくれると言ったら、はい、逆に買うと思うんですよ。でもそれ気にしなくていいんで、じゃあ、一、はい、冊買った本は誰かにプレゼント。自分のものはもらおうかなっていう、そういうファイトでいけばいいと思いましたね。はいはい。で、ラーメンも、自分はただで食べちゃうんじゃなくて、はい、友達を連れて行って、そいつにはただで。ね、なるほど。お金払うぜ、みたいなね。はいはいはい。そのマインドで行けば、全く後ろめたくないんでね。はい、で、赤字からのプレゼントも、こうやっていただけるし、自分でもちゃんとお金入るし、はい、万々歳でございますんで。はい。そういった形で、まあ、店舗が近くない方もいらっしゃると思いますけどもね。はい。そういう方は、カップラーメンを自宅で食べながら、あ、これが新淀のラーメンかと思いながら、ちょっとね、未来を先取りしていただきたいかと思います。ありがとうございます。で、店舗も展開して、海外にも出していくってことですし、はいはい、もうすでに出てる。はい、ありますんで、ですね、はい、皆さんの町にもね、きっとラーメン出てくれると思うんですよ。はい、すごく風味のね、いいやつが。はい、うちの店、うちの町にないぞって言ったらね、赤下さんに Facebook からメッセージ送ってみてください。はい、ありがとうございます。ということでいいですかね。はい、もちろんです。ではですね、本当は久保さんとの出会いとか、はい、その流れの下りがちょっと少なかったのが今回残念だったんですけどね。あ、そうですね。はい。はい、まあ、それはぜひね、個人的に赤瀬さんから聞いてください。はい、承知しました。はい。あとまた、こういう機会をね、また持ちたいと思いますので。ありがとうございます。その時にね、懐かしい話もさせていただいて、はい、今日はね、その出展の話と本の話をどうしても私の方がしたくって。はい、なるほど。ありがとうございます。流れ持ってっちゃってすいませんでした。いいえ、とんでもございません。で、皆さんもね、きっと楽しんでいただけたと思いますんで、はい。機会に繰り返しますけども、赤瀬さんとのご縁を深くしていただければと思います、はい、本当にこういう方なんで、はい、全然ね嫌がったりしませんから大丈夫です、はい、逆にウェルカムです。さんに要求を出してもいいと思います。こうしてくれ、はい、あしてくれみたいな、はい、受け止めてくださる方だと思います、はいはい、じゃあこんな感じでいいかな。赤さんなんか言い残したことないですかね。いやもうこういうご縁がいただいたんで、何かね自己実現のお手伝いをするっていうのが僕はすごい嬉しいことなんで、全力投球でやらせてもらいますんで、はい、何なりとおっしゃってください。はい、わかりましたが、皆さんよろしいですか。年齢とかね、性別って言っても、まあ今日は男性しかいないと思うんですけども、まあ、はい、女性がねこれ YouTube 見る例もあると思いますんで、男性でも年代に関わらず、住む地域に関わらず、はい、あ、赤下さんっていう人が倉敷にいるんだなと思ったら、はい、倉敷素通りはないですよ。ぜひね、はい、倉敷で、美観地区でお茶の一杯でもね、引っ掛けていただいて、ありがとうございます。嬉しいです。倉敷にもご縁を持っていただきたいかなと、はい、将来、桃太郎ランドができる街なんだぞっていうふうに、そうですね。話していただければと思いますね。はい。はい、
今日はどうもありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。本当、遅い時間まで皆さんもお越しいただきましてありがとうございます。今後も赤下ゆうきさんをよろしくお願いします。久保さんともども。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日ね、ご出演いただいた新之くんと加藤さんね、それから西谷の浩二さん、本当ありがとうございます。突然だったんですけども、本当に上手に喋っていただきまして、私もね、嬉しいです。今日からね、赤下さんと友人だと思ってお付き合いいただければと思います、ね。あ、ありがたいです。もちろんです。はい。ストッカー塾仲間ですんで。あ、そうですね。はい。じゃあまた次回お願いすることがあると思いますし、あと、はい、Amazon のブッキングランキングもね、はい、楽しみですから、いろいろとまた。ぜひ。まあ、何位ですよって教えてください。はい。一番取ります。はい。一番ね、はい、皆さん、一番多く努力して、みんなの一番ですから、これは。はい、ありがとうございます。はい。それでは、本当、お疲れ様でございました。はい。ありがとうございます。どうも、お疲れ様です。皆様、ありがとうございました。はい、じゃあ、今日は。皆さん、ありがとうございます。久保さん、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。